はいどうも、こんにちは。ザワと申します。ドラクリオット続きやっていきましょうということで、まあ前回はね、ゆうとくんが盛大にやらかしましたけどね。いや。まあでも前回でね、ヒロインが全員揃いましたね。メラアズサさん、今映ってるね、女の子と、あとは、バスタオル姿で出てきた、あのね、まあ銀髪の女の子、エリナ・オレゴブナ・アベンさん。めっちゃ名前言いにくいんだけどね。はい、が出てきまして。でね、これで揃ったわけなんですけれども、まあね、ゆうとくん、今連れてこられてるのが、とりあえず月永学院っていうね、高校の、まあ、寮らしいんですよね。で、まあ、そこに、まあ、もう女の子だらけなんですけど、まあ、なんか、住むことを許されたと。まあ、今の段階ちょっとどうかわかんないですけどね、最後やらかしたんでね。はい。まあ、でもね、まあ、ここに住めるんだったら、あそこよりいいですよね。元木さんがいる病室よりね。断然いいですよね。はい。ということで、やっていきましょう。モツラ君があんな人だと思わなかったよ。私もよ。ごめんなさい、メラさん。あなたにまで迷惑をかけてしまって。まあミュウもね、まあなんだろう、あんな人だと思ってなかっただろうからね。俺もそうだけど。ユウト君があんなやつだと思ってなかったよ俺。え、そんなミュウちゃんが気にすることじゃないよ。悪いのはモツラ君だもん。そうだそうだ。そっちじゃなくて、いえ、それも含めてなのだけれど、ユウトをこの寮で受け入れるようにしたこと。あ、そっちのことね。でもそれこそミュウちゃんが気にすることじゃないよ。ムツラ君が編入するなら寮を使う権利はあるんだし、この寮の部屋には余裕があるんだから。うん、そうなんですよね。まあその月永学院っていうところに、まあ、編入することで、まあそのね、まあ寮を一緒に使ってもいいぞというね、いう感じになるというか、うん、まあそういう、まあ、パターンで入ってくるってことですね、ここにね。それに風紀班の仕事の面から考えても、ムツラ君を助けるのは普通の処置だと思うよ。あとね、困ってる人を助けるのは当然のことだよ。なんかヒーローみたいなこと言ってる。ありがとう。でも聞いてもいいかな。何？ミュウちゃん、ムツラ君に対してやたらと親切というか、なんだか自分から世話を焼きたがってるように見えるよね。なんかね、まあちょっとね、なんか約束だからみたいなねことを言ってましたけど、ちょっとなんか世話焼きすぎじゃねっていうところもあるけどね。どうなんだろうね。そうかしら。もしかして好きなの？そのじとめやめて。違うわよ、そんなのじゃない。稲村さんもそうだけど、みんなそんな風に思うのね。確かにね。そりゃそう考えちゃうよ、やっぱり。ねえねえ、本当に違うの？メラさんも知っているでしょ、彼が吸血鬼になったきっかけ。やっぱそこにちょっと落ち度がね、やっぱあるから、やっぱりなんだろうな、まあ罪滅ぼしじゃないけどね、食材じゃないけど、まあそういう感じなんだろうな。資料で読んだだけだけど、一応は。私には責任がある。ユウトは謝らなくていいって言ってくれるけど、やっぱりそういうわけにはいかないでしょ。だからこうして世話を焼いているだけ。なるほどな。まあだからといってさ、女性ばっかりの寮にさぶち込む。ぶち込んでくる。ミュウさんもミュウさんでなかなか肝が据わってるけどね。まあでも周囲の人たちがね、やっぱりなんか納得してしまうぐらいの、まあ信頼はあるんだよね、このミュウさん。すごいよね。じゃあミュウちゃんの目から見て、ムツラ君ってどんな人？どんなって、そうね、変な人かしら。変人ですね。ながなくなれば変人ですけどね。そうなの？あ、もしかしてその変っていうのは変態っていう意味なの？多分ちょっとあると思う。違う、そうじゃなくて、ユウトは。ん？ムツラ君は？何？やっぱりやめた。何それ、気になる、気になるよ。俺も気になるよ。教えて教えて。私の意見で先入観を持ったりせず、ユウトと接した方がいいと思うの。だから秘密。なるほどな。ミュウちゃんのケチ。
そんなに心配しなくてもすぐにメラさんも気づくはずだから。だって私が吸血鬼と知っても、吸血鬼になった責任がある相手と分かっていても、全く態度の変わらない人がそうそういるはずないもの。ね、そうだよね。もうスッと受け入れてる感じだよね。まあさすがにちょっとね、あの元木さんは受け入れられ なかったけど、まああのスッともう今の状況をね受け入れてるもんね。本当なんかそういう人がね全くそうそういない、全くとは言えないけどそうそういないよね。うん、確かに。なんだろう、いい匂いがする。食欲を誘う香ばしい香りが俺の意識を覚醒させていく。これはトーストの匂い。ここは、そうか、俺学生寮に入ったんだったな。といってもまだ荷物がないのでソファーを曲がりして寝たのだが。おはよう、ゆうと。あ、でもさ、こんなソファーだって、でもぐっすり寝れそうだけどね。すげえなんか、あのね、ちゃんとしてるソファーだよね。あ、おはよう。気分はどう？さすがにソファーだと少し体が痛いな。でも、気分はいいよ。寝起きに力いっぱいツッコミを入れるのは本当に疲れるからな。顔を洗って、服を着替えてきなさい。トーストがちょうど焼けるところよ。俺の分も用意してくれるのか？ええ、それほど手間じゃないもの。ありがとう。食事か。起きたら誰かが食事の準備をしてくれている生活なんて久しぶりだ。まあ、そうだろうな。しかも、もう最近はひもじいね、生活ばっかしてきたみたいだからね、この、ね、ゆうとくんね、ここに来るためにね。昔、まだ孤児院にいた頃には、当番制だったので、そんな日もあったな。それじゃあ、ソファーから起き上がり、軽く窓の隙間から覗く夕日を見た瞬間、あれ？突然視界がぐらついた。ユウト？どうかしたの？どうした？いや、なんでもない。大丈夫だ。めまいは一瞬で収まったし、貧血だろうか。鼻も喉も問題ないし、風邪をひいたとは思わないが、寝起きだからかもしれない。とりあえず、顔を洗うか。どうしたんだろうね。身なりを整えて戻ってきた俺を、こんがりと焼けたパンが迎えてくれる。やべえ、さっきの、さっきのなんか、伏線がありそうだな。はい、見ていきましょう。いい匂いだな。美味しそうだ。トーストなんてオーブンレンジの功績であって、私はスイッチを押しただけよ。どうかしたのか？期限だな。ミウだって重要な仕事をしたじゃないか。重要な仕事？私何かしたかしら。バターを塗った。トーストにとってこれは重要なことだぞ。まあジャムでもいいけど。それ嫌味で言っているの？そんなつもりはないよ。その不機嫌そうな理由がわからないことには何とも。いや、もしかして生理か、うん、あのね、ちょっとゆうとくんね、あの前回からちょっとおかしくなってきてるよね、だんだんね。女の子が不機嫌な理由イコール生理と直結するのはいかがなものかと思うわよ、ゆうと。そうだそうだ。常識がちょっとねじ曲がってるぞ。申し訳ありません。すいません。ついでに言っておくと、生理ならこの前終わったわ。どういうことですか？どういうことですか？そうか、吸血鬼にもちゃんと生理があるんだ。あの、恥ずかしいなら答えなくていいぞ。そんなの大人の女でも答えないと思うし。なら最初から聞かないで。いや、普通に答えるとは思わなかったから。どうもミウは大人の女イコールエロを受け入れると思っている節があるな。なんて感想はどうでもいい。生理じゃないとすると、機嫌を損ねた理由は一体？あの、ミウさん？私の態度に問題があったわね。ごめんなさい。え？いや、
俺は別に構わないんだが。大丈夫か？何かイライラすることでも？気にしないで。それよりも、冷めないうちにトーストを食べてしまいましょう。そうか。それじゃあ、いただきます。いただきます。ミュウと向かい合って朝食を食べる。食事の準備もそうだが、こうして誰かと向かい合って食べるのも久々だな。まあ女子ばっかりの寮にな、はい、男一人入ってきてな、こうやって向かい合って飯を食える。なかなか天国だぞ。すごいよね。うん。もう、あの元木さんといたあの病室からね、救ってくれた天使だよね、そう考えると。あのミウさん。マジで。うん。やはりトーストは焼きたてに限るな。美味しい。美味しい。ただのトーストよ。そんなに褒められるほどのことじゃない。あのな、そういうひがみみたいなことは言わない。これ なんて言うの待って、ひがみでいいのかな、わかんないよ。嘘をついているわけでも気を使ってるわけでもない。俺はまずかったらはっきりとまずいというタイプだぞ。でも、トーストなんて誰が作っても同じものでしょ。ところがそうじゃないんだな、これが。嘘つき。そういう分かりやすい嘘をつかれると尺に触るわ。だから嘘じゃないって言ってるだろ。少なくとも自分で作るよりも数段うまい。一人暮らししてる時に何度もトーストを自分で作っていたが、それよりうまい。朝起きると自分の分も食事が用意されている。他の誰かが自分のために食事を作ってくれている。あと誰かと一緒に食事をする。それだけで味気ないトーストが美味しいトーストに変化する。不思議なものだと思うが、それが重要なことだと思う。何語ってんだよ。確かにな、確かにわかるんだけどさ、それをさ、なんかまじまじと語るこのゆうとくん。こんな長く語らなくてもさ、いや誰かと誰かと食う飯ってうまく感じねみたいな感じでよくね。なんでこんなさ語り出したの。本心だぞ。別に疑ってるわけじゃないわよ。いいからこっちを見ないで。朝からそんな爽やかな笑みで私を見ないで。爽やかな笑みで。さらに不機嫌そうな顔でプイッとそっぽを向いてしまう。だからなんでそんなに不機嫌そうなんだよ。まあいいや。とにかくトーストありがとう。どういたしまして。あ、おはようございます、やらい先輩、むつらさん。おう。そっか、もうリオさんもね、あれか、もうね、仕事も終わってって感じだね。あ、いえ、むつらさんも学院に通うんですから、これからはむつら先輩と呼ぶべきですよね。おう。ってことは1年なのかな。1年っていうか何年かわかんないけどさ。とりあえず2年か3年だよね、このむつらゆうとくん。俺は別にどちらでも呼びやすい方でいいよ。とにかくおはよう、稲村さん。おはよう。やらい先輩、顔が真っ赤ですが、大丈夫ですか？いろいろ大丈夫じゃなさそうですね。私のことは放っておいてちょうだい。はあ、そうですか？稲村リオさん、昨日店で紹介してもらった女の子。もうみんな女の子やで。男子一人も出てこないよ、今、この段階で。この子も吸血鬼らしいが、ミュウとは全く雰囲気が違うな。ムツラ先輩、ご自分で夕食を用意したんですか？俺じゃなく、ミュウが用意してくれたんだ。作ったというほどではないわ。ただ食パンを焼いただけだもの。やらい先輩が、私の料理に何か問題がありましたか？そういうことではないわ。突然ユートが増えたから、念のために私が用意しておこうと思っただけ。ただそれだけよ。かわいいな。ミュウさん、本当にそれ食材というか、その、あれなの、なんていうのかな、罪滅ぼしのためにやってんのかな、それ。いや、だっていつもは、だって、リオさんが作ってくれるんでしょ。だから、もう任せればいいじゃんね。まあもう、なんか、いつもはね、その、作らないみたいなね、感じみたいだけど、まあ、どうなんだろうね。ミュウさんは、まあ、なんか当番制じゃないけどね、まあ作ったりすることあんのかな。気を使わせて申し訳ない。そうですか、安心しました。
通り私が作るということでいいんでしょうか。ええ、お願いするわ。慣れないことしたって感じだな。じゃあまあいつもは作ってないんだな。あれ、明日からは作ってくれないのか。今日作ってみたけれど早起きは辛いわ。毎日毎日起きる自信がないのよ。それに魚が怖いから。突然どうした。魚が怖いから。おう、なんでそれが早起きが嫌っていうことになるの。え、魚？だから魚が怖いのよ。いやそう言われても、あ、料理するときに魚が怖いから、なんかちょっとなんか冷蔵庫開けたりするときにちょっと見えるのが嫌だみたいな、そういうこと。どういうこと。魚が怖いってなんか聞いたことないよ俺、そういうの。それって食べるのじゃなく捌く方だよな。そうよ、あの濁って焦点の合ってない目が不気味で、だから料理はやっぱりしない。あー、そっか。まあでも結構そういう人もいるよね。そうか、残念だな。一種の照れ隠しなのか、話は以上というようにミウはトーストをかじり始めた。あの、私の料理ではご不満ですか。いや、不満は全然ないと思いますよ。いやいや、そういうつもりで言ったんじゃないんだ。気に障ったなら謝罪する。それじゃあ明日から私が夕食の準備をさせてもらいますね、ムツラ先輩。それは助かるが、本当にいいの？なんだったら自分でも作れるか。いえいえ、全然大丈夫ですので。いつも皆さんの分も作ってますから。簡単なものしか作れないですけど、ムツラ先輩さえよければ。あー、これあれだ、良妻パターンだ。この子良妻パターンだ。なんか尽くしてくれるタイプの人だね。ならお言葉に甘えてよろしくお願いします。はい、かしこまりました。さてと、それじゃあみんなの分の夕食を作っちゃおう。作っちゃおうっつって笑顔の可愛らしい優しい後輩だ。あと胸が大きいのもポイントが高い。やっぱりところどころ変態だなこいつ。おはよう。おはよう。おう、おはよう。おはよう。おはようございます。もうすぐできますから待っててくださいね。溶け込んでるな、ゆうとくん。この女性陣の中でうまーく溶け込んでるな、さすがっすね。やっぱ主人公ってこういうもんなんだな。やっぱ最初はちょっと馴染めない雰囲気出すとかそういうのじゃなくても、おはようみたいな。さすがっすね。もうお腹すいた。で、あれ、ニコラはまだなの。ニコラ、さっき声をかけたら返事はあったからもうすぐ来ると思うよ。そのニコラというやつが俺がまだ挨拶をしていない寮生だな。ああ、まだ一人いるんだね。聞いた話ではそいつも吸血鬼らしい。つまりここは寮長のメラさんを除けば完全に吸血鬼の巣ということになるな。巣っていう言い方やめろ。なんかあれだな。俺が様子を見に行こうか。ちゃんと挨拶をしておきたいし。ここで待っていればすぐに姿を見せると思うわよ。そういうわけにはいかないだろ、俺は新入りだしな。考えすぎですよ。それを言うなら私やエリナちゃんも新入りなんですよ。今年度入学なんですから。入寮したのだってついこの前の話なんですから。そうそう、ユウトってお堅い考えなんだね。考えを固くするよりエリナの裸を見たときに勃起で固くしてほしかったよ。何をですか。そんなの何をって返すんですか、そのエリナさん。さすがっすね。こんな時間から何言ってるの、変な話禁止。え、どういう風に変なんですか、あずささん。変な話って何ですか。それに挨拶をしっかりするのはいいことだよ。むしろエリナちゃんはもう少しちゃんとすべきじゃないかな。なんていうかな、こういう感じでね、変な話とか言い出すとね、こういうカウンターをするんで、皆さん付き合っていただければなと思います。はい、ふざけていきますので。ロシアではこれが普通なの。ズドラストビッチ。ロシアの言葉知らないんだけど、俺なんか声優さんの上坂すみれさんがなんかズドラストビッチって言ってたからさ、それしか知らないんだけど。そしてね、もうエリナちゃんはね、もうこういうところだけロシア、なんか外国人風に喋るっていう。そうやって都合の悪い時だけ片言のふりもしない。
だ。だ。やめて。アントニオじゃないよね。オッケー。こうしてみると、メラさんは寮長としてぴったりだな。え？そうかな？ああ、しっかりしてるし、世話焼きだし、責任感も強い。立派だな。また子供扱いが始まったぞ、ゆうとくんの。そんなに褒められると照れるよ。来ましたね。ポムポムしないの？ポムポムプリン。ダメか？だってまた子供扱いしてるでしょ。なあ、完全に子供扱いですよ俺。いや、そんなつもりはないぞ。ただメラさんは撫でられるのは嫌いじゃないと言っただろ。だから褒めたたえるつもりだったんだが、気に入らないか？別に気に入らないわけじゃ。いや、むしろ気持ちいいかも。マジっすか？そうか、ならよかった。そして続けるという。まんざらでもないな。あずささん、こうしていると本当稲村さんよりも年下に見えてくる。でもあずさはちっちゃいからね。稲村さん背高いよね。ちっちゃくないもん。というか寮長と身長は関係ないでしょ。そもそも身長ならエリナちゃんだってちっちゃい方だよね。いや、私はちっちゃくないけど。でもエリナちゃんはちっちゃくて身長同じくらいでちっちゃくなくて。やめておこう。そこまでにしておこう。あずささん、泣くな寮長。ほら、頭を撫でてやるから。私、身長の話なんてしてないよ。やめてやれ。それじゃ、胸がちっちゃいと言いたいの？貧乳だとおっしゃられるか。あ、待って、何この猫耳、かわいいんだけど。いきなり猫耳になったんだけど。いや、なんか、まあ、誰もね、そんなこと言ってないけれどもね。貧乳とか誰も言ってないませんけどね。はい。違うよ。あずさは心がちっちゃいんだよ。今だって怒ってるし。それは、その。あ、どういう原理で猫耳になってんの、今の。まあ、そこはね、ね、気にしない方がいいんだろうね。今のこの文のな。のようにね、はい。あんまり気にしない方がいい。上に立つ人間は少しぐらい口うるさい方がいいんだ。そうかな。本当にそう思う？ああ。いつもは厳しく、時には優しく。必要な時に懐が深ければ問題ない。ありがとう。むつらくんっていい人だね。セクハラさえなければ完璧だよ。そうだよね。反省はしている。お待たせしました。あ、運ぶのを手伝うね。むつら先輩、ちょっと。ん？何か用か？ご報告しておきたいことが。実はですね、キッチンのゴミ箱に昨日まではなかったゴミがあるんです。はい。何でしょうか？卵の殻ですとか、ベーコンのパックなんかが。あと結局失敗したらしい黒焦げの物体も。ん？ちょっと待って、これまさか。まさかミウさん。まさか。それが、つまり誰かが料理をしたんですよ。早朝から夕方にかけての間に誰かが。早朝から夕方の。相当な時間あるけど。そういった稲村さんの視線が静かにミウに向けられる。何？二人で私のことを見つめて何か用？かわいい集めって言いたいんだよ。柳井先輩、もしよろしければ明日から一緒に朝食を作りますか？もうこの際みんなで作ろうぜ。見たのね。大丈夫です。柳井先輩ならすぐに上達すると思いますよ。うるさい。余計な気を回さなくてもいいのよ。なんかさ、こういうさ、赤髪の子がさ、なんかうるさいとか言うとさ、うるさいうるさいうるさい思い出すんだけど、あのシャナの。
もうなんか最初からシャナっていうイメージついてるからさ、うるさいってくるとさ、おーってなるわ。諦めるには早いと思いますよ。いいからもう放っておいて、こっち見ないで。ほんと可愛いやつだな。ミウは少し赤くなった顔をそのまま隠してしまった。照れるってことはやっぱり図星だったんですよ。この子、この子さ、ずかずかいくね。すごいよね、うん。この子敵に回したくないタイプだね。もしや、何かにつけて不機嫌だったのはうまく作れなかったから？ほー、そうだったのか。そんな生温かい目で見ないでくれる？潰すわよ。あの、何をですか？たまにおっかないよな、ミュウって。ふん。とはいえ、なるほど。意外と女の子らしい可愛い部分があるんだな。確かにな。ふんとかね。報告は以上です。ありがとう。これでミュウをからかうネタが一つできた。え？あの、違います。違いますよ。私は別にそんなつもりでご報告したのでは。天然か。天然とはもっと怖いな。冗談だ。そんな意地の悪いことはしないから安心していいよ。さて、それじゃあ私たちも。でも、ニコラがまだ来てないよ。ニコラっていう子はね、ちょっと、子なのかわかんないけど。うん。いやあ、諸君。おはよう。お。あ、ちょっとなんか男っぽい声が聞こえましたね、ちょっとね。起きてきたみたいですね。今宵の月も美しい。いい夜だね。いきなりどうした？いきなりどうした？うん。ちょっと変な人が、ちょっといるんですけど。何ですか、この人。そうして入ってきたやつは、やたらと派手な格好をしていた。なんか、ザ・ヴァンパイア、俺はヴァンパイアだぜみたいなね。なんかちょっとあの、中二病チックな感じの人来ましたね。なんというか、小説の中から出てきた吸血鬼みたいな格好だ。うん。俺、マントなんて実際には初めて見た。うん、おはよう。おはようございます。ご飯できてますよ、ニコラ先輩。おはよう。おはよう。でも、部屋の中でマントをバサバサしないの。埃が立つでしょ。いやいやいや、もうなんかすごいね。もうなんかみんな慣れてるんだね。びっくりしちゃうけどね。マントではない、漆黒のベールだ。この子は何、男なの女の子なのわかんないけど。漆黒のベール。やべえ、中二病入ってるこれ、ちょっと。完全に入ってるね。はいはい、ベールね、ベール。いいから席について。メラ先輩、その前にムツラ先輩の紹介をした方が。あ、そうだった。ナイス、リオちゃん。新しくこの寮で暮らすムツラユウトくん、話はちゃんと聞いてるよね。ムツラユウトだ。挨拶が遅れて申し訳ないが、よろしくお願いします。ああ、彼が新たなる魔界の洗礼を受けし者だね。ん、我が名はニコラ・ケフィス、闇の住人だ。つかさ、名前もなんかヴァンパイアっぽいよね。ニコラ・ケフェウスみたいな。何々ウスみたいなさ。いや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 、もう雰囲気出してますけどね。すげえ中二病っていう。いや、どう反応すればいいんだろうな、これ。あー、その、意味がよくわからないんだが、何を言っているんだ？要は、ユウトが新しくこの寮に住む人か。僕はニコラ・ケフェウス、吸血鬼だって言ってるだけだよ。あ、翻訳ありがとうございます。ああ、そういうことね。同じ魔界の住人として共に波動の道を歩もうじゃないか、うん、君には僕のマナを呼ぶことを許可しよう。なんだこいつ。もう改めて思ったけど、なんだこいつ。本当、同じ寮に住んでるんだから仲良くしようね。ニコラって呼んでくれて構わないよ。だって、こちらこそ仲良くしてくれると助かるよ。悪いやつではなさそうだが、少し面倒そうでもある。なあミュウ、ニコラって一体何なんだ？そうね、ちょっと不治の病にかかっていてね。うん、いや多分俺もかかってると思う。中二のあのね、病ですね。はい、重い病気なのか。中二病ですね。中があれだね、ちょっと中の方じゃないけどね。ああ、邪気眼系か。そいつは重病だ。
さて、今日の生贄は何かな。あれ、ニコラ先輩、今日は目が普通ですね。設定変えたんですか。何設定って目が普通設定ってどういうことそれ。え、嘘、あ、忘れてた吸血鬼たるもの、目を好きな色に変えることなど造作もないことさ。で、別にコンタクトをし忘れたわけじゃないからなるほど、カラーコンタクトかカラーコンタクトでちょっとオッドアイを作って雰囲気を出したいというね、中二病ですかなるほど素晴らしいですね。コンタクトなのか。ドナシのカラーコンタクトよ。ドナシ完全に中二病じゃんこれ。なぜカラコンを。本人曰くその方が吸血鬼っぽいから。吸血鬼っぽいも何も吸血鬼なんじゃないの。吸血鬼が吸血鬼のコスプレ。それが中二病というものじゃないかしら。そうですよね、確かに。まあ別に悪いやつではなさそうだから問題はないか。距離感さえつかめればいい友達になれるかもしれないそうだな、うまーくいなせればな、うん、この寮内では二人きりの男だし、あ、とりあえずまあ男なのかなこの人はね。しかしなんというか、なんかえらく濃い住人たちの寮に住むことになったもんだな俺。ん？チャイム？誰だろう。こんな時間に誰かが訪ねてくる予定なんて聞いてないんだけど。私が出てきますね。心臓が強い鼓動を打った。まるで俺に警戒を促すかのように。うん、この嫌な気配、まさか。待て、ダメだ、扉を開けるな。もしかしたらこれは、まさか僕を捕まえるために機関のエージェントがなんで。脳内設定は黙っててくれあ、ちょちょごめん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 ね。しょぼん可愛いやつだな、こいつ。男なのか本当にまあね、男としてね扱っていきましょう。ああ、違うんだ、申し訳ない、傷つけるつもりはなかったんだが、つい声を荒げてしまって。寂しかったよムツラくん。ああ、やっぱりか、もう嫌だよなんでここにまで来るんだよ、もう帰って仕事あるんじゃないのもう仕事忙しいから来れないでくれよでもね、ザパンチさんみたいな感じのね、はい、ギャグを入れましたね、はい。やっぱりか、急に出ていくからすごく心配したんだよ。うわー、抱きつくな、抱きつくな。はい、ということで、じゃあ今日はここまでにしましょうかまあ、元木さんがね、まあこの寮にまでね、まあ侵入してきた侵入っていうとあれだけどはい、してきたということなんでね、はい、なかなか気分が悪いみたいですけどね、ゆうとくんは。まあでもとりあえずニコラさんっていうのはね出てきましたね、新しく。ニコラさんは何なのあれまあ胸のあたり見ればまあ男の子なんでしょう。男の子って言うとあれだけど男性なんでしょうかね。はい。まあまあまあ。でもなんか声はなんかどっちとも取れるような声ですけどね。はい。まあよくわかんない感じでしたが。まあね、とりあえず中二病チックな感じで出てきましたね。で、あとあとね、カラコンをつけるというね。もうなかなか、おー、こじらせてんなーっていう感じなんですけどね。何があったんでしょうかね。人の過去はね。はい。まあ、そこら辺はどうなんだろうね。ニコラさんとかの過去とかいうのはね、なんだろう。出てくるんでしょうかね、今後ね。はい、わかりませんが。まあ、ああいう風になった経緯みたいなのをね、ちょっとね、知りたいですよね。ということで。まあ、今回はね、また30分ね、超えて35分ぐらいになっちゃいましたが、ありがとうございました。最後までね。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。